ガヒーダより強い草元素キャラクター出たら泣いちゃう。まだないと思う。ウェンティとカズハでカズハの方が使われてるみたいなことはあるけど、さすがにな、ナヒーダスキルがめちゃくちゃ強いから、ナヒナヒがそんな簡単にそんじょそこらの草元素の星5とはいえサポーターに負ける未来はあんま思い描けないな。まあ、特にナヒナヒ、星座がね、二凸効果が、ライデン二凸とか、カズハ二凸と並べられるか、それよりもほんのり強いんじゃないかなっていうぐらいナヒナヒの二凸強いんで。結構ね、ナヒーダの二凸効いてくるよ、今後。マジ。防御力 30% 激化起こしたら下げるんですけど、まあ、防御力 30% 下がるって火力 1.2 倍なんで、アルハイゼンピックアップ来るじゃん。で、アルハイゼン強く使いたいなら、まあ、やっぱナヒーダも入れてナヒーダ二凸しときたいよね、みたいな話になってくるだろうな。火力 1.2 倍ってやばいからな。8万ダメージと9万6000だしな。ナヒーダ私の予想だと復刻早いと思うんで、ナヒーダ 3.2 でピックアップ来たよな。ライデン将軍は 2.1 で実装されて、2.5 で復刻来て、伝説任務第2章追加でしょ。勝利先生バージョン 1.1 で来て、1.5 で復刻来て、伝説任務第2章追加なんですよ。ナヒーダも伝説任務の追加あんじゃないかな、2章。で、その時復刻来るし、ナヒーダは個人的には 3.7、3.8 ぐらいで復刻すんじゃねえかなと思ってるんで、まあ、ナヒーダ二凸したい人はね、その時にまた狙えばいい話です。神様は復刻が早い、やっぱり強いから。白術楽しみ。ヨーヨーがヒーラーだったからびっくりした。いや、私白術がヒーラーだと思ってたからさ。リーゆえのさ、ここにお薬屋さんがあって、まあ、ここに白術とナナちゃんがいて、白術もちゃんと PV に出てきてたね。あの人草元素の神の目持ってて、草元素確定です。薬屋さん草元素ヒーラーじゃね、薬屋さんだし。アタックではないよね、ヒョロ狩りだから。サポーターとかヒーラーだと思ってたんやけど、まあ、ヨーヨーがヒーラーで出てきちゃったしな。リーユエの草元素ヒーラー、ちょっと白術分かんなくなっちゃいましたね。サポーターになるのかな、まあ、もしかしたらヒーラーで被るかもしれんけど、びっくりしました。ヨーヨーがヒーラーでもう出すんやって思って。草元素のヒーラー早く出してくれればありがたいし。白術いつ出てくんのかな、もうちょい先かな。多分ディシアの方が早いと思うねんけど。で、白術はね、あのファデュイの執行官の負者が白術の髪の毛を黒くしたらまんまそっくりなんで、負者のストーリーが絡んでくるところで多分白術が絡んでくるんだよな。ワンチャン怪盗罪白術絡む説ないかな。北国銀行の人でしょ、負者。イエランのマントは負者から盗んだものだし、ファディのマークなかったっけ、どっかに。ファディっぽいでしょ、イエランのこのマントみたいなふさふさのやつ。ちょっと寒いとこ地域用じゃん。うん、これ負者から盗んだやつで、やられたことの仕返しみたいな感じなんだけど。ワンチャン怪盗祭で負者絡んでくる説ないかな。北国銀行。で、白術の 2P カラー、色違い。で、イエラン。結構布石は整ってる気がする。これ予想当たったらすごいね。もし当たったらちょっと褒めてほしいわ。原神結構ストーリーの最後の方にね、大事な情報をポロッと入れたりしてくることあるから。でもなんかめでてえ祭りにファデュー入れたくない感はある。